南口町鉱山。南口町鉱山は、滋賀県甲賀市にある地名。甲賀市南口町の西南部に位置し、東を蕎麦川が流れ、西は、半道山に続く山地である。東は、南口町、羽川、南口町清井川、南は、南口町三大寺、西は、湖南市三雲、北は、南口町岩坂に接する。蕎麦街道が通り、 集落の背後を南北に、滋賀県道4号草津伊賀線が通じる。集落背後の平石山の山麓から山頂部にかけて、甲賀群周墳の一部である高山古墳群があり、市内最古級の横穴式石室が注目されている。また、ゆりや古墳群、奥ゆりや古墳群も当地先にある。中世は、池原蕎麦荘に属したと考えられる。地名は、 天馬神社所蔵の1536年の輪に口に、甲州甲賀軍蘇馬小鉱山とある。甲賀軍師によると、高山市の所領であり、集落内に、高山屋敷跡、お姫屋敷跡が、平石山の山上に、高山市場跡がある。1585年の甲賀揺れと、水口岡山城追記によりその支配下に入ったと考えられるが、1592年正月時点では、 豊臣市の蔵入地となっている。1600年以降、旗本、美濃部市と同次毛市料となり、明治維新を迎える。2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。